市へ終点です。さあ来ましたね、徳重駅。本当にやらかしましたけど、一番端っこに来てしまったらあかんね。反対側だね。徳重駅は比較的新しい駅ですよね。比較的というか、多分名古屋市交通局の駅の中では一番新しいのかな、多分そうですね。で、その先にだけど、あとでこういう風になってるんで、あんま分かりませんからね。奥にあるのかな。ターミナルも近くもないですね、この感じだと。あ、そう、こっち左か。で、そう、こうした専用ターミナルで、なんかこの仕様が多いですよね、名古屋市交通局は。直接追い越し運用に入るんじゃなくて、一回電車を使って奥の木取り線に入れてスイッチバックして戻ってくるっていうパターンが多いですよね。やらないのってどうだ、赤い池ぐらいか。紙応えもあるもんな、引っ込み線が。そのパターンか。なので果物が嘘つけないで、正直この企画にはめちゃくちゃ不向きですよね。何はともあれ、徳重やってきます。初めて来るわ、徳重って。車でも来たことない。ああ、前をちらっと通ってるのは通ってるのか。それこそトヨタの方とか行くときに、下道で行くときは一応前を通ってるはずなんだけどな。本当に通ってるっていう感覚しかないところですね。あ、で、そう、こうとかでね、開港通り、名古屋。市役所が名古屋城に変わって、天満町が熱田神宮、天満町神宮にしろ熱田神宮にしろ、で、あ、そっか、まあ本陣のか地形のか、それで本陣にもなかった中村区役所に住んだ。あー、なるほどな。そういうことか。何があるの。あ、でも特殊事件、やっぱこっから先はいろいろと出てんだな。芝生もだいぶいろいろ出てるんですね。あなた回しに行けるやつもあるんだ。払い行くやつあるんだ。面白いな。あ、でもそっか、地下鉄専用のやつ買ったから、これだったら別料金にはなるのはなるんか。ちょっと払い行くのは楽しいけどな。平場行きなんていうのもあるんですね。緑噴射衝撃というのは、こことここがちょうどハブになってるんですね。とりあえず上上がってみるか。キピロン出口方面、上りエスカレーター。
セブン銀行の上にイオン銀行があるんや。運転免許試験場方面、ああ平場方面ですね。ご利用ください。こっからやっぱ試験場はさすがに行っときゃあるよな。もう平場に行くと言ったらまあほぼほぼ試験場以外に用事はないところって言われるぐらいですからね。三重県における南の丘みたいなもんですからね。こんな感じになってんだ。やっぱこっち側の人だったらわざわざ地下鉄で平場に向こう行くよりももうバスに乗ってった方がいいから案内も多いわけですね。運転免許証だけこんなにありますもんね。めっちゃ きてるやん。こんな風になってんだ。 UFJ 銀行入ってんだ。で、鳴子北とかそっちの方行くやつがあって、有本とか行くやつもあるんだ。ターミナルも広いな。結構開放的なターミナルで綺麗ですね。で、原行きはあるなら乗っても面白いけどな。オムネソそれが11、12、13、特殊、原11、12。あ、本屋今。あれかまぶしいくらいかな。大阪駅魅力的な地名ではあるんですよね。あ、これだとあっちに行くのか。これやとあかんのか。1時間1本とかでちょっと先あるんだな。ドリゴール、パブ、これシャッフルキーに行くようになってんか。なかなか、あれ一般車の走行場がここなんだ。なかなか独特な構造ですね。キズズウォーク、ピアノになってんだ。綺麗ですね。やってんのかな。ダイソーもやってるけど、なんかやってそうだからちょっと見てみようかな。さあ見てきましたけど、普通に営業やってるんですね。お客さんもめちゃくちゃ多いし、初詣帰りのお客さんがもうやっぱ正月やからって。来る場合もありますので、お足元に十分ご注意くださいませ。もう今、正月やから出かけやんっていう感じじゃないですもんね。もうバリバリどこも営業してはりますよね、元日からね。ってことで、で言うとたらね、連絡あったんで、うちは今からとりあえずこっちの撮影の方を中断して、大須の方に向かう感じかな。でまたこっちの撮影自体は夜から再開するのかな、どういう感じになるか分かりませんけど、次は一体どこから始まるかちょっと全然読めませんけどね。まあ普通に言ったら多分大塚名駅あたりからスタートして回すと思いますんで、ですかね。とりあえず特殊系はまあでも駅前は商業施設もいっぱいあるし、普通にもう全然食べるところもいっぱいあるんで、
便利ですね。他にもいろんな商業施設もあるみたいですからね。あ、ここに戻ってくるんだ。なるほどな。あ、よいしょ。とりあえずバスでワンチャン行くかなと思いましたけど、それでね、やっぱタイミング合わんみたいなんで、おとなしく地下鉄で新玉橋からかな。うん、あ、新玉橋じゃない、五基とか五基乗り換えでね、おとなしく戻っていこうと思います。